ライはトゥルー、常識を疑え、巷で転がる都市伝説紹介する、どうもコッキーです。アンバサダーのトイです。皆様ね、騙されてます。小学生、いや幼稚園の頃から騙されてます。五十音表って見たことあります？もちろんもちろん。日本人ですか？見てます。そうそうそう、だいたいアイウェイを言えるようなところで、ここあの五十音なかったね、今ね、いろいろ書いてるところに。僕が習った音以外のものが発音されたんで、なんすか今の。例えばラ行のリーのところにはリンゴの絵が描かれてるとか。リンゴやね、だいたいね。なーなんやったっけ。な、うん、ナッパよ大阪の君のとこでナッパーが有名なの。いや全然。なんで九条ネギぐらいちゃうか、大阪で有名なネギは。じゃあ何、クーは九条ネギやった。そんな渋いわけないやろ。まあというわけで、何やねんそれ。まあいろいろこういうのがあったと思うんですけども、はい、これね、嘘やねん。本当の五十音表はこちら、はい、ちょっとあの見慣れない文字ですよね。これが本来のジャパニーズ、うん、日本語なんよね。これあれだね、カタカムナでしょ。そう、カタカムナ文字なわけなんですよ。いや、あの僕たちの友達のさ、マットショーさんの営むあのお店、カムナでもこの文字でカムナって書いてあるのね。あ、そう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 、うん、まあ、というわけないけど、うん、カタカムナ文字というのはですね、1942年、うん、兵庫県の金長山、うん、で地質調査中に発見されたってことが言われとって、うんうん、複雑な記号が混じった難解なものなんやけども、うん、調査の結果、まあ、これは古代文字ということが分かったよね。おで今の日本語とは全く違うやんと思うわけないけど、うん、実はね、このカタカムナにはとんでもないパワーが秘められてるんよね。何、教えてよ。唱えるだけで願いが叶う力があるって言われてるんよ。ドラゴンボールやん。え、そうよ。でこのカタカムナを元に作られた日本語にも同じくパワーが存在するわけなんやけども、うん、あ、そう。古代の日本人は言葉の力を使って自分たちの国を守っていたんじゃないのかと、うん、しかしですね、もう我々は今そのパワーを使えてません。なんで？なぜか、うん、そこに隠された陰謀があるんですね。何よ。でまずね、カタカムナについて話しましょう。カタカムナというのは1万2000年以上前の古代文明の時代に使われてた文字なんですが、この記録は異常に少ない。確認されているのはカタカムナ歌碑という80種の和歌に似た文献が残されているのみやと、まあ、そのためこのカタカムナ文明というのは長い謎に包まれていました。まあ、しかしですね、丁寧に丁寧に読み解いていくと、そこには現在の人々が到達していない宇宙の法則や倫理が書かれていたんですよね。マジで。例えば第1種、カタカムナ響きまのすべし足跡庵うつしまつるカタカムナ歌碑。どういうこと？まあ、これ普通に読むと、まあ、皆さん分かってると思うんやけど、足跡庵という人物が記録したカタカムナの歌碑というような意味に見えるんよね。いや、みんな分かってる。これは結構ついてきてると思う。ついてきてる今の。そう。ただこのカタカムナの言葉は、僕らの言語って言語って言って3つでやっと1つの意味を指すやん、うん、これもカタカムナはね、1文字で意味を指すんよ。え、か、うん、力、うん、想像の力を表すんよね、うん、まあ、これ分かるやん。これ力って感じやし。そうだ、まさにね。で、た、分かれる、うん、確かに分かれるっぽいな、このたは。これはちょっと分かんないんですけど、どういうことですか。いえ、で、かは力やし、で、む、広がり、あ、確かに広がりっぽいな、むって。な、重要なもの、確かに重要なものやしな。あの力2個でできるのよな。それカタカムナやからいいんよ別に。え、まあ、この一つの意味を合わせると、カタカムナは宇宙生命の創造原理ということが皆さんもよく分かっていただけると思う。だから全然宇宙って書いてあった今。創造の力やから、語気を荒めて、はい。で第一章一つ一つ解読をしていくと、はい、陰陽の循環により目に見えない世界から目に見える世界へと具現化しまして、うんうん、統一される宇宙にある全ての根本原理、うん、この世の断りを得たものにより全ての断りをここに示すという意味になると言われてるんよね、うん、なるほど。つまりカタカムナの80全てを読み解くと、宇宙や生命など全てが分かってしまうと、うん、とんでもないね。すごい。現在多くの研究者が80章の解読を試みているんですが、少しずつ解釈が違い、正しい意味の解読にはまだまだ時間がかかると言われております。ほう。ではこのカタカムナの言葉が全て解読された時、宇宙がなぜ生まれたのか、生命がなぜ誕生したのか、全て分かる日が来るかもしれませんと期待されてるのがこのカタカムナ文字なわけなんですよね。なるほどね。でこのような謎を解き明かしていた超古代の日本人が作ったカタカムナの言葉には、うん、一説では願いを叶える力、これも大事やね。みんなも今叶えたい願いありますよね、うんうん、会社辞めたいとか。願いがちょっと現実的すぎてちょっと引いてしまったわ今。ええ、そういうこともあると思うんよ。宝くじ当たってほしいとか。あ、そう、前向きなやつの方がいい。そうやってね、ナミュールに買ってほしいとか。ゴールドス競馬の話、結構いろんな悩みとか解決できるかもしれない、うん、お、すごいじゃんこれ。でこのカタカムナのこの力を元に作られた古代文字にも同様に力が眠ってると言われるんよ。ほうん。それがホツマツタイに残された阿波の歌、うん、阿波の歌。まあみんなもいろんな歌あると思うんよ。あるよね。まあ、好きな曲なんですか。
え、好きな曲って急に言われたら、じゃあもう夜にかける。うん、まあ最近の歌やね、うん、あれも夜に聞くとねテンションが上がったりするわけなんやけどもえそう、まあこのアワーの歌はですね、古事記や日本書紀の原点ともいえる発末大に出てくる、まあ、神話時代の歌なわけなんですよ。まあ、神話に登場するイザナギとイザナミが作ったとされまして、はい、このような図で記されていたそうなんですよ、ね、おお。八家64章の時の下に出てくるあれみたいな、うん、よく見るやつだなこういうので、下郎漢字は伝承通に伝えられた解説読み解くと、うん、赤花舞き日に見ゆく踏み絵抜けへの心を守るとそろそろするし、しーたらさわやと書かれているそうなんですよね。最初と最後だけちゃんと言ってごまかしてる感じしましたけど今、まあ、この歌は歌詞しかなくメロディーは勝手につけてよいと、まあ、だから別に俺が今言ったもう正解なんよ。え、でもちゃんと歌詞がちゃんと発音できてませんでしょ。いやいやいや、初心者はそう聞こえるかもしれない。あ、そうっすか、まあ、というわけで、はい、泡の歌ったことによって起きた超パワーのようなエピソードがあるんよね。何を？イザナミとイザナギが結婚のために建てられた八尋殿で子供を授かったと、うん、ただですね、女の子に恵まれるわけなんですけども、はいはいはい、なかなか後継ぎである男の子が生まれてこうへんかったり、大変困ったなと思った時にこの二人は泡の歌を歌うことにしたんよね。なるほど。でその結果もう一度愛し合ったら、なんと男の子が生まれたんよ。おー、よかった。そうだ、願いが叶ったわけなんですよね。これが日本の最高神である天照大神が言われとるんよ。へー、まあ、つまり大神はですね、うん、アワの歌から誕生したと言っても過言じゃないよ。確かに。秘められた力は他にもありまして、うん、実は縄文人は結構ねこのアワの歌を使っとったらしいよね。使ってた。声に出して呼んだり歌を聴くだけで心や体を健やかにし、うん、健康になるなど良いことが起こると、まあ、実際僕も今日は低気圧にやられてたんですが、このアワの歌を歌ってからすごい元気になりましたね。おお、そうなんだ。まあ、実際に縄文人の方たちも病気をしたらアワの歌を歌い治療していたと。やっぱ歌えば治るから。まあ、歌ってすごい力あるよねやっぱね。そうで、人の体は背中が表と言われてるんですよね実は。そうなん だ背中で語るとか言うやん。あー、確かに。でその表である背中に向かってアワーの歌を歌ってもらうと、お、病気がたちまち治るそうなんですね。歌ってほしいな。歌いましょうか。悪化しそう。いやいや、また歌う人も腹から正しい発声で歌うと言霊の力が波動になって体の中の調和が保たれると。じゃあ今度字幕に歌ってもらおう。それは波動ありそうやね、うん、大切なのは言霊の力を信じて相手を思い相手に届けると。だから歌の基本ですね、うん、歌は魂ですから、まあ、そういうことで病気を治療していたと。でこの現代にもですね、うん、この阿波の歌は注目されており、あ、そう、表情や気分が明るくなる、元気になる、自信が持てる、ストレスが解消される、うん、体が健康的になるなどの効果が得られると、うん、まあ、一説にはうつ病などの精神疾患にも効果があったりだとか、あ、そう、その目の病気が治ったりだとか、まあ、いろんなことが言われてるんですけど、うん、まあ、プラシーボ効果じゃないのみたいなことも言われるんですが、それでも治ったことに間違いないよ。言葉の力は偉大だよねっていうことなんですよ。いや、言葉はすごいよね。つまりこの日本語が持つ本来のパワーが発揮されたと考えることもできるんですよね。すげえ。まあ、しかしパワーある言葉、このアワの歌とかは聞いたことありました皆さん？ない。そうなんよ、うん、知ってる人が知っているものになってしまったんよね、うん、なぜそんな風に秘匿されてしまったのか。おう、それは本来の日本語は封印されてしまっていたからかもしれないんですよね。なんで？まあ、実はですね、かつて日本の言葉を恐れた組織があったんですよ。何ですか？ GHQ。 おう、出ました、うん、GHQ はいろんな黒塗りとかして言葉狩りをして漢字に変更したんじゃないのかみたいなことも言われますけども、まあ、事実そういうことはあったからね。そう、うん、私たち日本人は今私という漢字はこういう私っていうのを書くやん。うん、書くね。そう、でも元々はこういう私っていう、え、3文字やったん？そう。書くの大変。でもこっちの方がなんかかっこいいやん。かっこいい。私や自分と多くの志を調和させるという意味があったよね、うんうんうん、で自分は全体の一部であり全体があって個があるというような深い意味が込められとったんやけども、うんうん、GHQ はやっぱり、ね、これからの時代は個人主義にしていかなあかんと、うん、こういう風に集団的な考え方をされると厄介やと、うん、なるほど。だから私という漢字を入れたそうなんよね。なるほどね。で私の漢字には乃木編が入ってるんやけども、うん、この乃木編というのは実はもうないとかなくなったとかないなどの意味が含まれてると。あ、そう、まあ、つまり努力が実らないといった意味とも考えられる。かなりじゃあ封印されてる感じするね。そう、うん、まあ、つまり日本人をふぬけりするために、うん、この漢字の変更とかもあったんじゃないのかと。いや、私なんかさ、めちゃくちゃ使う漢字の一つやんか。そうなんや。使えば使うほど自分の中を潜在意識がなんかふぬけにされてるってことだね。そう、うわ、怖っ。そういうことなんですよ。で木はもともとこの騎士団万博の木を使っていたわけなんですけども、万博必要やった今ねえ、この中の米が湿るという字に変わってしまったんですよね。で日本人にとって
米は重要な、まあ、主食なわけじゃないですか、うん、命そのものなわけなんですけども、うん、そのため木は強い生命力や神の力を、まあ、イメージするものやったんですが、うん、この締め切りの締めになってからは、うん、まあ、終わりを意味するんよね。ああ、なるほどな。そうだから本来この生命力溢れてたものが、うん、これ元気という字を書いて も、うん、もう終わりやでいいみたいな空気を出されてると。元気ちゃうやつだよ。元から締めるでいいみたいな感じの空気になってしまったよね。なるほど。でまた霊という字も元々はこういう霊、うん、まあ、難しい漢字が使われとってないけど、うん、元々使用してた方の字はシャーマンである巫女が雨季などの自然現象を知り、自然からのメッセージをエネルギーとして受け取ってることを表してたそうなんよ。うん、うん、なるほど。でこの霊に含まれる中にこの3つの口のね漢字があるわけなんやけども、あるね、これはシャーマンに必要な三位一体を表しており、お、まあ、日本人というのは元々シャーマン的な気質が備わっていたため、うん、本来宇宙とかのパワーをねすごい受けやすかったらしいんよね。なるほど。まあ、しかし、まあ、こういうのも霊に変えられてしまって、うん、この霊というのは恐ろしいものだよという、だから我々がこの心霊とかにビビるようになってしまったのは GHQ のせいなんよね。あ、それあるんや。でさらに驚くことに1945年第二次世界大戦終結後に漢字を廃止する計画すらあったと。あ、もうそのものをね封印しちゃうんだ。アメリカは当初日本から漢字と仮名をなくしローマ字を使うことをするという、うん、とんでもない計画を練っていたそうなんですが、はいはい、当時よく叫ばれていた一億玉砕国民特攻などの漢字がアメリカにマイナスのイメージを植え付けていたことが原因やと言われる、まあ、結構エグい文字やん。エグい。パワー感じるやんこれだけでも、うんうん、でこの漢字を使ったこのような言葉に日本人が誤った判断をしてしまったと思われると、うん、まあ、つまり漢字を悪魔の文字として完全に消し去ろうとしたんですが、僕ら今漢字使ってますよね。使えてるよ。日本人に漢字が深く根付いていたため奪われずに済んだんですが、漢字が本来持っていたパワーまで残ると厄介やから文字だけ変えようってことにされたらしいんですよ。なるほど。うまい具合に隠されとんな。そう、うん、で日本語のこの本来の姿というわけなんですけども、うん、日本には昔からこの言霊という言葉がありまして、言葉には気が宿ると、ね、うん、つまり僕たちの先祖は言霊は特別なものやと、うん、魂が宿ると考えとったわけなんですよね、うん、実際に言葉の力を証明する実験がありまして、それが水ウォーターを使ったものなんですけど、うん、水を2つ用意して結晶ができる状態にするんですよ、うん、で片方の水には、お、今日も水かわいいね、かっこいいよっていうようなポジティブな言葉を浴びせると、おうおうおう、でもう一方の水には、おい、この道頓堀の水みたいなネガティブな言葉をね浴びせ続けるわけなんですよ、うんうん、話しかけても何が起こりますのみたいな話じゃないけど、ネガティブな言葉を受けた水の水晶はなんとめちゃくちゃ荒くなりまして、うん、ポジティブな言葉の結晶は美しく仕上がると。これ不思議よね。いや直樹マンさんもねそれ植物にやってたもんね、実際実験でね。そうそう、植物もそうやって言うじゃないですか、綺麗に花咲くのと、うん、もう全然花咲かへんようになるのと。だから人間でもこのネガティブな発言を発したりだとか、うん、浴びせ続けると、まあ、心身に不調をきたしてしまうと、うん、だからネガティブな発言ってなるべくしない方がいいんですよと言われるのは、うん、まあ、そこが原因なんですよ ね、 そうね。社会問題になってるパワハラとかは、うん、まあ、こういう風にネガティブな言葉を誘発してしまうから、うん、まあ、非常に良くないよと。良くない。でかつての日本ではカタカムナや阿波の歌のパワーを使いまして、うん、長寿や健康に役立てていたわけなんですよね、うん、ただ現在の日本では言葉で病気が良くなるという話はもう当然聞かないし、ないね、まあ、ちょっとスピリチュアルすぎるよねみたいなことは言われないけど、うん、この一部の漢字を奪われてしまって日本語が持つ本来のパワー失ってしまったから、残念ながらねこの今の日本では、うん、もうこういうのはスピリチュアルでねって片付けられるようになったんじゃないのかと。なるほどね。実際皆さんの周りに、まあ、ネガティブな発言する人とかもおると思うんですけど、まあ、いるやろな。本当ね、なるべく近寄らない方がいいですよ。うん、どうですか小池さんは。いや僕はなんかすげえポジティブ、まあ、お互いポジティブ人間なんで、まあね、そのネガティブなことを言い合ったりもしないもんな。そうやな。どうやったらうまくいくかしか考えないから。でもどうですかね、人生ネガティブなことになるときありません？さあ、あれ落ち込むときだってあるし、愚痴言いたいときだってあるけど、あってもいいじゃんそんなことは。まあ確かに。でもどうやってそれをよりポジティブにお笑いに持っていけるかみたいなことも重要じゃないですか。最近どんなのありました？最近はあれで、それこそ熊本に行ったけど、はい、全部のフィギュアが買えないかもみたいなときに、はいはい、見ましたよ動画。そう、まさに1日目なんか目の前で売り切れたから、ブルックが。それ2箇所あったんですよ。そう、それはちょっとだからネガティブなモード入ったけど、いや明日行ったら絶対いけるやろと思ったら、僕の DM とかで、ここまだこう売ってましたよとか、こういった方がいいですよとか、交換しませんかと、いろんな人がやっぱ協力してくれて引き寄せた結果、全部コンプリートすることができたんで、ちゃんとその開催期間中に自力でゲットしたのは多分僕とミョンだけちゃうかな。すごいな。これ本当にすごいことだと思う。これはお、でそれももちろん調べていったんだけども、大してそのなんか地元の土地感があるわけじゃない
ないから、まあ、か距離感とか分かんないじゃん、はい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 、それならもうなんか合わせて冒険なのよね。それがなんかつまらねえ冒険なら俺は死ねってルフィの名台詞があるように、あんま調べすぎたりとか足りないものを買ったりとかじゃなくて、自分たちの足で行って買うことに多分意味があると思ったから、そういうポジティブなモードで行った結果かなと思うんですけどね。なるほどね、はい、僕も最近ね誕生日やったんですよ、うんうん、7月24日、まさにその日やったよね。そう、うん、あそうですよね、うん、誕生日の日に大会出てたんですよポティカので、そしたら1勝5敗という人生で経験したことない負け方して、おやったらええわみたいな、何やこのカードゲームみたいな感じで、誕生日やし切り替えて遊びに行くかって言って家帰ったんよ。で家帰って何してたかというと、うんうん、ポケカ始めたんよね。おまあ、そしたらオンラインでたまたま何の約束もしてない元ポケカ部の文平くんと当たって、でそこでなんとか勝ったりもして、でそういう風なことをやった結果、その1週間後のポケカの公式の大会で結構衛星席を収めることができたんですよ、ね、7位ですからね。そうそう、というわけでなんかあっこでもしなんかほんまに腐っとったら大会の日も、ボコボコやったんちゃうんかなとかも思いますし、ただね僕ねちょっとね東亜くんとも付き合い長いんですけど、はい、ある法則を見つけてしまった。法則、東亜くんと小屋下スタッフのガッキーさんはなぜかとある曜日にすごいネガティブな発言をするという法則を見つけてしまった。なんですかそれは。それがですね、まさに小屋下って水曜日撮影なんですけど、はい、水曜日、水曜日の夜、うん、すごい罵詈雑言が飛び交います。なんでですか。これね阪神の呪いと思ってて、阪神の呪い、阪神ね水曜日なんか成績悪いらしいんですよ。その結果あの阪神負けたから今日は撮影本数が減るとか罵詈雑言が2人の中で飛び交ってるんですよね。しかも阪神がちゃんとリードしてる時ある。そうやね、そうリードしてじゃあ取ろうか取ってる間に逆転とかされてるの。そうやね、そうはーっていう時ある。ガキが、僕撮影終わったら大体その中継結果見に行くんやけど、うん、見なくていいんじゃないんですかねみたいな圧かけられる時ある封印されてる。そうそうそう、なるほど。まあでもね、うん、そんな阪神もやっぱり6校からね、まあ、降りてくる風のパワーを今受けまして、まあ、非常に強い成績を残してますから、まあ、このままねなんとか逆転優勝をねしてほしいところですね、うん、まだいけるの優勝は。いやいけるよ、ヤクルトが全部負けて阪神が全部勝ったんや、ね、そんなないくないそれ。いやいやいけるいけるいける、いやヤクルト強い本当に。まあ、というわけで本日の鳥肌スコアは5。村上君が5打席連続ホームラン打ったらしくて、だって王さん抜いたよ。そうそうそう、すごいよねこれね。これ成績だけ見てもあの同じ22歳の時の松井さんよりすごいらしくて、すごいね、すごいわ。本日の鳥肌ポイントはあの村上君と勝負した俺間違ってると思うねんな。わざわざこの5打席連続ホームランの記録のうち3打席阪神やから、阪神ってこういうことやりがちやねん。60号打たれたのもう阪神やったから、ほんまにだからもうちょいさ、じゃあ、あのさネガティブなこと言ってたダメっつってたね。それではさよなら、まあ、実はですね古代の地球には本当に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 巨人がいたかもしれません。アニメや映画だけの話ではと思う方もいらっしゃいますけども、実は今現在もですよ巨人に関する恐ろしい研究が進められているという噂があります。巨人は全身を銃撃されているのに前に進んできて持っていた槍で最初に銃を撃った兵士を攻撃し殺害。地元のアフガニスタン人によりますとこの巨人はなんと人を襲って食べていたという進撃やん。もうまさに。そして巨人と戦った兵士たちは巨人と戦った事実をですね隠すよう軍から命令されたんやって。アメリカのスミソニアン協会では人類の始まりをごまかすために巨人の骨を破壊して隠蔽したということになる。アメリカ政府は軍の新しい生物兵器として巨人を利用しようとしているのかもしれません。